今日も一日お疲れ様でした。このチャンネルは睡眠用朗読チャンネルです。お休みのお供に横になりながら聞いていただければと思います。今日は心を落ち着けて聞ける名作短編集です。このチャンネルではこの他にも眠れるお話を朗読しています。他のお話も聞いてみたいという方は、うとうとする前にぜひチャンネル登録をお願いします。それでは、おやすみなさい。朝のヨット。山川正雄。あけぼのの色がほのかに東の空を染めて、まもなくその日の最初の太陽が、遥かな海面を鈴箔のように輝かせた。海の上はまだ薄暗く、空と海の境もはっきりしなかったが、とにかく海には朝が来ていた。カモメが一羽、そのヨットの上空で、緩やかに翼を上下していた。カモメはまるで、どこまでも離れない決心をしたもののように、そのヨットと方向と速度を一つにして、朝空を動くかなりの風の中を飛び続けた。行ってくるよ。少年はスナイプ型のヨットに乗り、そのもやいを解きながら少女に声をかけた。ねえ、連れてって、私も。ダメだったら。少年は怒ったような声色だった。海は二人で楽しみに出かける場所じゃない。人間が一人きりでぶつかりに行く相手なんだ。私よりも海の方が好きなの？少年は苛立ち、神経質に眉を寄せた。君と一緒にいると、僕は時々、もう一人の自分がひどく遠いところに置き去りにされているような気分になる。僕はもう一人の自分を取り戻すために海に行くんだ。海は人間を本当の一人にしてくれる場所だからね。どうして一人きりになりたがるの？女にはわからないさ。少年は厳しい顔で答え、不意に白い歯を光らせて笑いかけた。そして言った。君が好きだよ。スナイプはすでに岸を離れていた。白い方を斜めに、群青の午後の海を滑っていくヨットを見て、少女は目に涙が浮かんできた。だが少女は笑顔のまま手を振り続けた。急速に広がる二人の距離。明るいその海面の広さを、そのまま遠ざかる穂の速さで彼女の胸を裂き、広がる一つの傷口のように感じながら。少年は、そして海に消えた。沿岸や離島の各所からの返電はすべて到着なしであった。急変した天候、突風と小さな竜巻とが、どうやらその理由を語っていた。少女は海を見ていた。湿っぽく肌に重い早朝の潮風の中を、幾層かのヨットが少年のスナイプを求めて走っていた。黒い海は、やがてその底の青緑色と、表面の波立ちとを明らかにし、弦に散る白い飛沫を縫い、
ほのかに細い虹の足が明滅した。ぬか雨のような細かなしぶきが少女の方を濡らして、そのくせ澄んだ浅い色の空は、その日の上天気を約束していた。海は嘘のように泣いてしまっていた。なぜなの？なぜ一人きりになりに行かなくちゃならなかったの？少女は昨夜から何百回となく繰り返した言葉をまた唇に浮かべた。ふと砂浜での少年との愛撫の記憶がよみがえって、あの夜も砂を叩きつけ怒ったような顔で逃げるように夜の海に走り込んだ少年を思っていた。なぜなの？あの時もあなたは必死に一人きりにしがみつこうとしていた。まるで私よりも自分の孤独さの確認の方を愛しているみたいに。でもどうしてなの？私たち愛し合っていたのよ。私の中にあなたはいて、あなたの中に私はいて、どうしてもどこへ行っても一人きりになんかなれないのに。それなのにどうして一人きりになんてなりたがるの？私を嫌いだったの？いいえ、そんなはずはないわ。だってあなた、君を好きだよって言ってくれたじゃない。湧き続ける涙のため、明るく平坦な初夏の朝の海はいつまでも少女の視野でぼやけ揺れ動いた。だがその海こそが今は彼女の中の一つの巨大な傷口であり、そこに永遠の無限の沈黙を見る少女の目は、もはやただ一つの問いかけなのでしかなかった。彼女は繰り返した。ねえ、教えて。あなたなぜ一人きりになりに行かなくちゃならなかったの？カモメはどこまでもその少女とヨットを追い、飛び続けた。薄らぎかかる記憶の中で、カモメは少女に自分がただ、自分だけの充実を追った幼い恋人だったことを告げたかった。自分が臆病な一個の旅人にふさわしいこの姿でいることを告げたかった。だが、いくら喉を振り絞ってカモメが努力しても、その叫びは猫に似た単調な鳴き声にしかならなかった。そして、いつの間にかカモメは自分の飛ぶ意味を忘れ、孤独の爽やかさも、愛することの恐怖も屈辱も、その喜びも忘れ果てて、ただ少女のヨットの上、全身を洗う透明な朝の風の中で、猫の鳴き声を繰り返して、無心にその緩やかな翼の抑揚を続けていた。おしまい。みかん。芥川龍之介。ある曇った冬の日暮れである。私は横須賀発上り二等客車の隅に腰を下ろし、ぼんやり発車の笛を待っていた。塔に電灯のついた客車の中には、珍しく私の他に一人も乗客はいなかった。外を覗くと、薄暗いプラットフォームにも、
今日は珍しく、見送りの人影さえ後を絶って、ただ檻に入れられた子犬が一匹、時々悲しそうに吠え立てていた。これらは、その時の私の心持ちと不思議なくらい似つかわしい景色だった。私の頭の中には、言いようのない疲労と倦怠とが、まるで雪曇りの空のような、どんよりとした影を落としていた。私は街灯のポケットへじっと両手を突っ込んだまま、そこに入っている勇敢を出してみようという元気さえ起こらなかった。が、やがて発車の笛が鳴った。私はかすかな心のくつろぎを感じながら、後ろの窓枠へ頭を持たせて、目の前の停車場がずるずると後ずさりを始めるのを待つこともなく待ち構えていた。ところがそれよりも先にけたたましい日和げたの音が改札口の方から聞こえ出したと思うと、間もなく車掌の何か言いののしる声とともに、私の乗っている二等室の戸がガラリと開いて、十三子の小娘が一人慌ただしく中へ入ってきた。と同時に、一つずしりと揺れて、おもむろに汽車は動き出した。一本ずつ目を区切っていくプラットフォームの柱。置き忘れたような運水車。それから、車内の誰かに祝儀の礼を言っている赤帽。そういうすべては、窓へ吹きつける梅煙の中に未練がましく後ろへ倒れていった。私はやうやうしくほっとした心持ちになって、巻きタバコに火をつけながら、初めて物食いまぶたを上げて、前の席に腰を下ろしていた小娘の顔を一別した。それは、油気のない髪をひつつめの胃腸返しに打って、横撫での跡のあるひびだらけの両頬を気持ちの悪いほど赤くほてらせた、いかにも田舎者らしい娘だった。しかも、赤じみた萌木色の毛糸の襟巻きが、だらりと垂れ下がった膝の上には、大きな風呂敷包みがあった。そのまた包みを抱いた霜焼けの手の中には、三頭の赤切符が大事そうにしっかりと握られていた。私はこの小娘の下品な顔立ちを好まなかった。それから彼女の服装が不潔なのもやはり不快だった。最後にその二頭と三頭との区別さえもわきまえない、愚鈍な心が腹立たしかった。だから巻きタバコに火をつけた私は、一つにはこの小娘の存在を忘れたいという心持ちもあって、今度はポケットの勇敢を漫然と膝の上へ広げてみた。するとその時、勇敢の紙面に落ちていた外光が突然電灯の光に変わって、すりの悪い何らかの活字が意外なくらい鮮やかに私の目の前へ浮かんできた。言うまでもなく、汽車は今、横須賀線に近いトンネルの最初のそれへ入ったのである。しかし、その電灯の光に照らされた勇敢の使命を見渡しても、やはり私の憂鬱を慰むべく、世間はあまりに平凡な出来事ばかりで持ちきっていた。講和問題、新婦新郎、特色事件、死亡広告。私はトンネルへ入った瞬間、汽車の入っている方向が逆になったような錯覚を感じながら、それらの錯覚とした記事から記事へ、
ほとんど機械的に目を通した。が、その間ももちろん、あの小娘があたかも卑俗な現実を人間にしたような面持ちで、私の前に座っていることを絶えず意識せずにはいられなかった。このトンネルの中の汽車と、この田舎者の娘と、そうしてまた、この平凡な生地に埋まっている勇敢と、これが象徴でなくて何であろう。不可解な、下等な、退屈な人生の象徴でなくて何であろう。私は一切がくだらなくなって、読みかけた勇敢を放り出すと、また窓枠に頭を持たせながら、死んだように目をつぶって、うつらうつらし始めた。それから幾分か過ぎた後であった。ふと何かに脅かされたような心持ちがして、思わず辺りを見回すと、いつの間にか、例の小娘が、向こう側から席を私の隣へ移して、しきりに窓を開けようとしている。が、重いガラス戸はなかなか思うように上がらないらしい。あのひびだらけの方はいよいよ赤くなって、時々鼻をすすり込む音が小さな息の切れる声と一緒に、せわしなく耳へ入ってくる。これはもちろん、私にも幾分ながら同情を引くに足るものには違いなかった。しかし、汽車が今、まさにトンネルの口へ差し掛かろうとしていることは、墓色の中に枯れ草ばかり明るい両側の山腹が、間近く窓側に迫ってきたのでも、すぐに合点のいくことであった。にもかかわらず、この小娘はわざわざ閉めてある窓の戸を下ろそうとする。その理由が私には飲み込めなかった。いや、それが私には単にこの小娘の気まぐれだとしか考えられなかった。だから私は腹の底に依然として険しい感情を蓄えながら、あの霜焼けの手がガラス戸をもたげようとして悪戦苦闘する様子を、まるでそれが永遠に成功しないことでも祈るような冷酷な目で眺めていた。すると間もなく、すさまじい音をはためかせて、汽車がトンネルへなだれ込むのと同時に、小娘の開けようとしたガラス戸は、とうとうバタリと下へ落ちた。そうして、その四角な穴の中から、すすを溶かしたようなどす黒い空気が、にわかに息苦しい煙になって、もうもうと車内へみなぎり出した。元来喉を害していた私は、ハンカチを顔に当てる暇さえなく、この煙を満面に浴びせられたおかげで、ほとんど息もつけないほど咳き込まなければならなかった。が、小娘は私に頓着する景色も見えず、窓から外へ首を伸ばして、闇を吹く風に胃腸返しの瓶の毛をそよがせながら、じっと汽車の進む方向を見合っている。その姿を梅煙と電灯の光との中に眺めたとき、もう窓の外がみるみる明るくなって、そこから土の匂いや枯れ草の匂いや水の匂いが冷ややかに流れ込んでこなかったなら、ようやく咳き込んだ私は、この見知らない小娘を頭ごなしに叱りつけてでも、また元の通り窓の戸を閉めさせたのに違いなかったのである。しかし汽車はその時分には、
もうやすやすとトンネルを滑り抜けて、枯れ草の山と山との間に挟まれた、ある貧しい町外れの踏切に通りかかっていた。踏切の近くには、いずれもみすぼらしい藁屋根や瓦屋根がゴミゴミと狭苦しく立て込んで、踏切板が振るであろう薄白い旗が物憂げに暮色をゆすっていた。やっとトンネルを出たと思う。その時、その焦作とした踏切柵の向こうに、私は頬の赤い三人の男の子が目白押しに並んで立っているのを見た。彼らは皆、この曇天に押しすくめられたかと思うほど、揃って背が低かった。そうしてまた、この町外れの陰惨たる風物と同じような色の着物を着ていた。それが汽車が通るのを仰ぎ見ながら、一斉に手を挙げるが早いか、痛い気な喉を高く反らせて、何とも意味のわからない歓声を一生懸命にほとばしらせた。するとその瞬間である。窓から半身を乗り出していた霊の娘が、あの霜焼けの手をつと伸ばして、勢いよく左右に振ったと思うと、たちまち心を躍らすばかり、暖かな日の色に染まっているみかんが、およそ五つ六つ、汽車を見送った子供たちの上、バラバラと空から降ってきた。私は思わず息を呑んだ。そうして刹那に一切を理解した。小娘は、おそらくこれから奉公先へ向かおうとしている小娘は、その懐に持っていた幾桑のみかんを窓から投げて、わざわざ踏切まで見送りに来た弟たちの牢に報いたのである。暮色を帯びた町外れの踏切と、小鳥のように声を上げた三人の子供たちと、そうしてその上に乱落する鮮やかなみかんの色と、すべては汽車の窓の外に瞬く暇もなく通り過ぎた。が、私の心の上には、切ないほどはっきりと、この光景が焼き付けられていた。そうしてそこから、得体の知れない、ほがらかな心持ちが湧き上がってくるのを意識した。私は忽然と頭を上げて、まるで別人を見るかのように、あの小娘を注視した。小娘はいつかもう、私の前の席に帰って、相変わらずひびだらけの頬を、萌木色の毛糸の襟巻きに埋めながら、大きな風呂敷包みを抱えた手に、しっかりと三等切符を握っている。私はこの時初めて、言いようのない疲労と倦怠と、そうしてまた、不可解な、葛藤な、退屈な人生をわずかに忘れることができたのである。おしまい。夜高の星、宮沢賢治。夜高は実に醜い鳥です。顔はところどころ味噌をつけたようにまだらで、くちばしは平たくて耳まで裂けています。足はまるでよぼよぼで、一軒とも歩けません。他の鳥はもう、よだかの顔を見ただけで嫌になってしまうという具合でした。例えばヒバリも
あまり美しい鳥ではありませんが、よだかよりはずっと上だと思っていましたので、夕方などよだかに会うと、さもさも嫌そうに、しんねりと目をつぶりながら、首をそっぽへ向けるのでした。もっと小さなおしゃべりの鳥などはいつもよだかの真っ向から悪口をしました。へん、また出てきたね。まあ、あのざまをごらん。本当に鳥の仲間の面汚しだよ。ねえ、まあ、あの口の大きいこと。きっとカエルの親類かなんかだよ。こんな調子です。ああ、よだかでない、ただの鷹ならば、こんな生半可の小さい鳥は、もう名前を聞いただけでもブルブル震えて顔色を変えて、体を縮めて、木の葉の影にでも隠れたでしょう。ところがよだかは、本当は鷹の兄弟でも親類でもありませんでした。帰ってよだかは、あの美しいカワセミや、鳥の中の宝石のような、ハチスズメの兄さんでした。ハチスズメは花の蜜を食べ、カワセミはお魚を食べ、よだかは葉虫を取って食べるのでした。それによだかには、鋭い爪も、鋭いくちばしもありませんでしたから、どんなに弱い鳥でも、よだかを怖がるはずはなかったのです。それなら、鷹という名のついたことは不思議なようですが、これは一つは、よだかの羽がむやみに強くて、風を切ってかけるときなどは、まるで鷹のように見えたことと、もう一つは、鳴き声が鋭くて、やはりどこか鷹に似ているためです。もちろん鷹は、これを非常に気にかけて、嫌がってしまいました。それですから、よだかの顔さえ見ると、肩を怒らせて、早く名前を改めろ、名前を改めろと言うのでした。ある夕方、とうとう鷹が、よだかの家へやってまいりました。おい、いるかい？まだお前は名前を変えないのか？ずいぶんお前も恥知らずだな。お前と俺では、よっぽど人格が違うんだよ。例えば俺は、青い空をどこまででも飛んでいく。お前は曇って薄暗い日か、夜でなくちゃ出てこない。それから俺のくちばしや爪を見ろ。そしてよくお前と比べてみるがいい。タカさん、それはあんまり無理です。私の名前は私が勝手につけたのではありません。神様からくださったのです。いいや、俺の名なら神様からもらったのだと言ってよかろうが、お前のはいわば俺とよと両方から借りてあるんだ。さあ返せ。タカさん、それは無理です。無理じゃない。俺がいい名を教えてやろう。一蔵と言うんだ。一蔵とな。いい名だろう。そこで名前を変えるには、改名の披露というものをしないといけない。いいか？それはな。首へ一蔵と書いた札をぶら下げて、私は以来一蔵と申しますと口上を言って、みんなのところをお辞儀して回るんだ。そんなことはとてもできません。いや、できる。そうしろ。もしあさっての朝までにお前がそうしなかったら、もうすぐつかみ殺すぞ。つかみ殺してしまうから、
そう思え。俺はあさっての朝早く、鳥の家を一軒ずつ回って、お前が来たかどうかを聞いて歩く。一軒でも来なかったという家があったら、もう貴様もその時がおしまいだ。だって、それはあんまり無理じゃありませんか？そんなことをするくらいなら、私はもう死んだ方がマシです。今すぐ殺してください。まあ、よく後で考えてごらん。一蔵なんて、そんなに悪い名じゃない。鷹は大きな羽をいっぱいに広げて、自分の巣の方へ飛んで帰っていきました。よだかはじっと目をつぶって考えました。一体僕はなぜこうみんなに嫌がられるのだろう。僕の顔は味噌をつけたようで、口は裂けてるからな。それだって僕は今まで何にも悪いことをしたことがない。赤ん坊のメジロが巣から落ちていたときは、助けて巣へ連れて行ってやった。そしたらメジロは、赤ん坊をまるで盗人からでも取り返すように僕から引き離したんだな。それからひどく僕を笑ったっけ。それに、ああ、今度は一蔵だなんて、首へ札をかけるなんて、辛い話だな。あたりはもう薄暗くなっていました。夜中は巣から飛び出しました。雲が意地悪く光って、低く垂れています。夜中はまるで雲とすれすれになって、音なく空を飛び回りました。それからにわかに、よだかは口を大きく開いて、羽をまっすぐに張って、まるで矢のように空を横切りました。小さな羽虫が、幾匹も幾匹も、その喉に入りました。体が土につくかつかないうちに、よだかはひらりと、また空へ跳ね上がりました。もう雲はネズミ色になり、向こうの山には山焼けの火が真っ赤です。一匹のカブトムシがよだかの喉に入ってひどくもがきました。よだかはすぐにそれを飲み込みましたが、その時なんだか背中がゾッとしたように思いました。雲はもう真っ黒く、東の方だけ山焼けの火が赤く映って、恐ろしいようです。よだかは胸がつっかえたように思いながら、また空へ登りました。また一匹のカブトムシが、よだかの喉に入りました。そしてまるで、よだかの喉をひっかいて、バタバタしました。よだかはそれを無理に飲み込んでしまいましたが、その時急に胸がドキッとして、よだかは大声を上げて泣き出しました。泣きながらぐる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 空を巡ったのです。ああ、カブトムシやたくさんのハムシが毎晩僕に殺される。そして、そのただ一つの僕が、今度は鷹に殺される。それがこんなに辛いのだ。ああ、辛い、辛い。僕はもう虫を食べないで飢えて死のう。いや、その前に、もう鷹が僕を殺すだろう。いや、その前に、僕は遠くの遠くの空の向こうに行ってしまおう。山焼けの火は
だんだん水のように流れて広がり、雲も赤く燃えているようです。よだかはまっすぐに弟のカワセミのところへ飛んでいきました。きれいなカワセミもちょうど起きて遠くの山火事を見ていたところでした。兄さん、こんばんは。何か急のご用ですか？いいや、僕は今度遠いところへ行くからね。その前にちょっとお前に会いに来たよ。兄さん、行っちゃいけませんよ。ハチスズメもあんなに遠くにいるんですし、僕一人ぼっちになってしまうじゃありませんか。それはね、どうも仕方がないんだ。もう今日は何も言わないでくれ。そしてお前もね、どうしても取らなければならない時のほかは、いたずらに魚を取ったりしないようにしておくれ。ね、さよなら。兄さん、どうしたんです？まあもうちょっとお待ちなさい。いや、いつまでいても同じだ。ハチスズメ、後でよろしく言ってやってくれ。さよなら。もう会わないよ。さよなら。よだかは泣きながら自分のお家へ帰ってまいりました。短い夏の夜はもう明けかかっていました。シダの葉は夜明けの霧を吸って青く冷たく揺れました。よだかは高くキシキシキシと鳴きました。そして巣の中をきちんと片付け、きれいに体の中の羽や毛をそろえ、また巣から飛び出しました。霧が晴れて、お日様がちょうど東から昇りました。よだかはぐらぐらするほど眩しいのをこらえて、矢のようにそっちへ飛んでいきました。お日さん、お日さん、どうぞ私をあなたのところへ連れて行ってください。焼けて死んでも構いません。私のような醜い体でも、焼けるときには小さな光を出すでしょう。どうか私を連れて行ってください。行っても行っても、お日様は近くなりませんでした。帰ってだんだん小さく遠くなりながらお日様が言いました。お前はよだかだな。なるほど、ずいぶん辛かろう。今度空を飛んで星にそう頼んでごらん。お前は昼の鳥ではないのだからな。よだかはお辞儀を一つしたと思いましたが、急にぐらぐらしてとうとう野原の草の上に落ちてしまいました。そしてまるで夢を見ているようでした。体がずっと赤や木の星の間を登っていったり、どこまでも風に飛ばされたり、また鷹が来て体をつかんだりしたようでした。冷たいものがにわかに顔に落ちました。よだかは目を開きました。一本の若いススキの葉から梅雨が滴ったのでした。もうすっかり夜になって、空は青黒く、一面の星が瞬いていました。よだかは空へ飛び上がりました。今夜も山焼けの日は真っ赤です。よだかはその日のかすかな明かりと、冷たい星明かりの中を飛び巡りました。それからもう一遍飛び巡りました。そして思い切って、
西の空のあの美しいオリオンの星の方にまっすぐに飛びながら叫びました。お星さん、西の青白いお星さん、どうか私をあなたのところへ連れて行ってください。焼けて死んでも構いません。オリオンは勇ましい歌を続けながら、よだかなどは点で相手にしませんでした。よだかは泣きそうになって、よろよろと落ちて、それからやっと踏み止まって、もう一遍飛び巡りました。それから南の大犬座の方へまっすぐに飛びながら叫びました。お星さん、南の青いお星さん、どうか私をあなたのところに連れて行ってください。焼けて死んでも構いません。大犬は青や紫や木や美しくせわしく瞬きながら言いました。バカを言うな。お前なんか一体どんなものだい。たかが鳥じゃないか。お前の羽でここまで来るには、億年、長年、億長年だ。そして、また別の方向を向きました。よだかはがっかりして、よろよろ落ちて、それからまた二辺飛び巡りました。それからまた、思い切って、北の大熊星の方へまっすぐに飛びながら叫びました。北の青いお星様、あなたのところへどうか私を連れて行ってください。大熊星は静かに言いました。余計なことを考えるものではない。少し頭を冷やしてきなさい。そういう時は、氷山の浮いている海の中へ飛び込むか、近くに海がなかったら、氷を浮かべたコップの水の中へ飛び込むのが一等だ。よだかはがっかりして、よろよろ落ちて、また四辺空をめぐりました。そしてもう一度、東から今登った天の川の向こう岸の、わしの星に叫びました。東の白いお星様、どうか私をあなたのところへ連れて行ってください。焼けて死んでも構いません。鷹は大風に言いました。いいや、とてもとても話にならん。星になるには、それ相応の身分でなくちゃいかん。また、よほど金もいるのだ。よだかはもうすっかり力を落としてしまって、羽を閉じて地に落ちていきました。そしてもう一尺で地面にその弱い足がつくというとき、よだかはにわかにのろしのように空へ飛び上がりました。空の中ほどへ来て、よだかはまるで、鷹が熊を襲おうとするように、ぶるっと体をゆすって、毛を逆立てました。それから、キシ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 と、高く高く叫びました。その声はまるで鷹でした。野原や林に眠っていた他の鳥は、みんな目を覚まして、ブルブル震えながら、いぶかしそうに星空を見上げました。よだかはどこまでもどこまでも、まっすぐに空へ登っていきました。もう山焼けの火は、タバコの吸い殻のくらいにしか見えません。よだかは登って登っていきました。寒さに息は胸に白く凍りました。空気が薄くなったために、
羽はそれはそれはせわしく動かさなければなりませんでした。それなのに星の大きさはさっきと少しも変わりません。つく息は不意語のようです。寒さや霜がまるで剣のようによだかを刺しました。よだかは羽がすっかりしびれてしまいました。そして涙ぐんだ目を上げて、もう一遍空を見ました。そうです。これがよだかの最後でした。もうよだかは落ちているのか、登っているのか、逆さになっているのか、上を向いているのかもわかりませんでした。ただ、心持ちは安らかに、その血のついた大きなくちばしは、横に曲がってはいましたが、確かに少し笑っておりました。それからしばらくたって、よだかははっきり眼を開きました。そして、自分の体が今、輪の火のような、青い美しい光になって、静かに燃えているのを見ました。すぐ隣はカシオピア座でした。天の川の青白い光がすぐ後ろになっていました。そしてよだかの星は燃え続けました。いつまでも、いつまでも燃え続けました。今でもまだ燃えています。おしまい。朝のヨット。山川正雄。あけぼのの色がほのかに東の空を染めて、まもなくその日の最初の太陽が、遥かな海面を鈴箔のように輝かせた。海の上はまだ薄暗く、空と海の境もはっきりしなかったが、とにかく海には朝が来ていた。カモメが一羽、そのヨットの上空で、緩やかに翼を上下していた。カモメはまるで、どこまでも離れない決心をしたもののように、そのヨットと方向と速度を一つにして、朝空を動くかなりの風の中を飛び続けた。行ってくるよ。少年はスナイプ型のヨットに乗り、そのもやいを解きながら少女に声をかけた。ねえ、連れてって。私も。ダメだったら。少年は怒ったような声色だった。海は二人で楽しみに出かける場所じゃない。人間が一人きりでぶつかりに行く相手なんだ。私よりも海の方が好きなの？少年は苛立ち、神経質に眉を寄せた。君と一緒にいると、僕は時々、もう一人の自分が、ひどく遠いところに置き去りにされているような気分になる。僕は、もう一人の自分を取り戻すために海に行くんだ。海は、人間を本当の一人にしてくれる場所だからね。どうして一人きりになりたがるの？女にはわからないさ。少年は厳しい顔で答え、不意に白い歯を光らせて笑いかけた。そして言った。君が好きだよ。スナイプはすでに岸を離れていた。白い方を斜めに、
群青の午後の海を滑っていくヨットを見て、少女は目に涙が浮かんできた。だが少女は笑顔のまま手を振り続けた。急速に広がる二人の距離。明るいその海面の広さを、そのまま遠ざかる帆の速さで彼女の胸を裂き、広がる一つの傷口のように感じながら。少年は、そして海に消えた。沿岸や離島の各所からの返電はすべて、到着なしであった。急変した天候、突風と小さな竜巻とが、どうやらその理由を語っていた。少女は海を見ていた。湿っぽく肌に重い早朝の潮風の中を、幾艘かのヨットが少年のスナイプを求めて走っていた。黒い海はやがてその底の青緑色と表面の波立ちとを明らかにし、弦に散る白い飛沫を縫い、ほのかに細い虹の足が明滅した。ぬか雨のような細かなしぶきが少女の方を濡らして、そのくせ澄んだ浅い色の空は、その日の上天気を約束していた。海は嘘のように泣いてしまっていた。なぜなの？なぜ一人きりになりに行かなくちゃならなかったの？少女は昨夜から何百回となく繰り返した言葉をまた唇に浮かべた。ふと砂浜での少年との愛撫の記憶がよみがえって、あの夜も砂を叩きつけ怒ったような顔で逃げるように夜の海に走り込んだ少年を思っていた。なぜなの？あの時もあなたは必死に一人きりにしがみつこうとしていた。まるで私よりも自分の孤独さの確認の方を愛しているみたいに。でもどうしてなの？私たち愛し合っていたのよ。私の中にあなたはいて、あなたの中に私はいて、どうしてもどこへ行っても一人きりになんかなれないのに。それなのにどうして一人きりになんてなりたがるの？私を嫌いだったの？いいえ、そんなはずはないわ。だってあなた、君を好きだよって言ってくれたじゃない。湧き続ける涙のため、明るく平坦な初夏の朝の海はいつまでも少女の視野でぼやけ揺れ動いた。だがその海こそが今は彼女の中の一つの巨大な傷口であり、そこに永遠の無限の沈黙を見る少女の目は、もはやただ一つの問いかけなのでしかなかった。彼女は繰り返した。ねえ、教えて。あなたなぜ一人きりになりに行かなくちゃならなかったの？カモメはどこまでもその少女とヨットを追い、飛び続けた。薄らぎかかる記憶の中で、カモメは少女に自分がただ、自分だけの充実を追った幼い恋人だったことを告げたかった。自分が臆病な一個の旅人にふさわしいこの姿でいることを告げたかった。だが、いくら喉を振り絞ってカモメが努力しても、その叫びは
猫に似た単調な鳴き声にしかならなかった。そしていつの間にかカモメは自分の飛ぶ意味を忘れ、孤独の爽やかさも愛することの恐怖も屈辱もその喜びも忘れ果てて、ただ少女のヨットの上、全身を洗う透明な朝の風の中で猫の鳴き声を繰り返して、無心にその緩やかな翼の抑揚を続けていた。おしまい。みかん、芥川龍之介。ある曇った冬の日暮れである。私は横須賀発上り二等客車の隅に腰を下ろし、ぼんやり発車の笛を待っていた。塔に電灯のついた客車の中には珍しく私のほかに一人も乗客はいなかった。外を覗くと薄暗いプラットホームにも今日は珍しく見送りの人影さえ後を絶って、ただ檻に入れられた子犬が一匹時々悲しそうに吠え立てていた。これらはその時の私の心持ちと不思議なくらい似つかわしい景色だった。私の頭の中には言いようのない疲労と倦怠とが、まるで雪曇りの空のようなどんよりとした影を落としていた。私は街灯のポケットへじっと両手を突っ込んだまま、そこに入っている勇敢を出してみようという元気さえ起こらなかった。が、やがて発車の笛が鳴った。私はかすかな心のくつろぎを感じながら、後ろの窓枠へ頭を持たせて、目の前の停車場がずるずると後ずさりを始めるのを待つこともなく待ち構えていた。ところがそれよりも先にけたたましい日和げたの音が改札口の方から聞こえ出したと思うと、間もなく車掌の何か言いののしる声とともに私の乗っている二等室の戸ががらりと開いて、十三子の小娘が一人慌ただしく中へ入ってきた。と同時に一つずっしりと揺れて、おもむろに汽車は動き出した。一本ずつ目を区切っていくプラットフォームの柱、置き忘れたような運水車、それから車内の誰かに祝儀の礼を言っている赤帽、そういうすべては窓へ吹きつける梅煙の中に未練がましく後ろへ倒れていった。私はやうやうしくほっとした心持ちになって、巻きタバコに火をつけながら初めて物食いまぶたを上げて、前の席に腰を下ろしていた小娘の顔を一別した。それは油気のない髪をひつつめの胃腸返しに打って、横なでの跡のあるひびだらけの両頬を気持ちの悪いほど赤くほてらせた、いかにも田舎者らしい娘だった。しかも赤じみた萌木色の毛糸の襟巻きがだらりと垂れ下がった膝の上には大きな風呂敷包みがあった。そのまた包みを抱いた霜焼けの手の中には、三頭の赤切符が大事そうにしっかりと握られていた。私はこの小娘の下品な顔立ちを好まなかった。それから彼女の服装が不潔なのもやはり不快だった。
最後にその二頭と三頭との区別さえもわきまえない愚鈍な心が腹立たしかった。だから巻きタバコに火をつけた私は、一つにはこの小娘の存在を忘れたいという心持ちもあって、今度はポケットの勇敢を漫然と膝の上へ広げてみた。するとその時、勇敢の紙面に落ちていた外光が突然電灯の光に変わって、すりの悪い何らかの活字が意外なくらい鮮やかに私の目の前へ浮かんできた。言うまでもなく、汽車は今横須賀線に近いトンネルの最初のそれへ入ったのである。しかしその電灯の光に照らされた勇敢の使命を見渡しても、やはり私の憂鬱を慰むべく世間はあまりに平凡な出来事ばかりで持ちきっていた。講話問題、神父新郎、特色事件、死亡広告。私はトンネルへ入った瞬間、汽車の入っている方向が逆になったような錯覚を感じながら、それらの錯覚とした記事から記事へほとんど機械的に目を通した。が、その間ももちろん、あの小娘があたかも卑俗な現実を人間にしたような面持ちで私の前に座っていることを絶えず意識せずにはいられなかった。このトンネルの中の汽車と、この田舎者の娘と、そうしてまた、この平凡な記事に埋まっている勇敢と、これが象徴でなくて何であろう。不可解な、下等な、退屈な人生の象徴でなくて何であろう。私は一切がくだらなくなって、読みかけた勇敢を放り出すと、また窓枠に頭を持たせながら、死んだように目をつぶって、うつらうつらし始めた。それから幾分か過ぎた後であった。ふと何かに脅かされたような心持ちがして、思わず辺りを見回すと、いつの間にか例の小娘が向こう側から席を私の隣へ移して、しきりに窓を開けようとしている。重いガラス戸はなかなか思うように上がらないらしい。あのひびだらけの方はいよいよ赤くなって、時々鼻をすすり込む音が小さな息の切れる声と一緒にせわしなく耳へ入ってくる。これはもちろん私にも幾分ながら同情を引くに足るものには違いなかった。しかし、汽車が今、まさにトンネルの口へ差し掛かろうとしていることは、墓色の中に枯れ草ばかり明るい両側の山腹が、間近く窓側に迫ってきたのでも、すぐに合点のいくことであった。にもかかわらず、この小娘は、わざわざ閉めてある窓の戸を下ろそうとする。その理由が私には飲み込めなかった。いや、それが私には単にこの小娘の気まぐれだとしか考えられなかった。だから私は腹の底に依然として険しい感情を蓄えながら、あの霜焼けの手がガラス戸をもたげようとして悪戦苦闘する様子を、まるでそれが永遠に成功しないことでも祈るような冷酷な目で眺めていた。すると間もなく、すさまじい音をはためかせて、汽車がトンネルへなだれ込むのと同時に、小娘の開けようとしたガラス戸は、とうとうバタリと下へ落ちた。そうして、
その四角な穴の中から、すすを溶かしたようなどす黒い空気が、にわかに息苦しい煙になって、もうもうと車内へみなぎり出した。元来喉を害していた私は、ハンカチを顔に当てる暇さえなく、この煙を満面に浴びせられたおかげで、ほとんど息もつけないほど咳き込まなければならなかった。が、小娘は私に頓着する景色も見えず、窓から外へ首を伸ばして、闇を吹く風に、胃腸返しの瓶の毛をそよがせながら、じっと汽車の進む方向を見合っている。その姿を、梅園と電灯の光との中に眺めたとき、もう窓の外がみるみる明るくなって、そこから土の匂いや枯れ草の匂いや水の匂いが、冷ややかに流れ込んでこなかったなら、ようやく咳き込んだ私は、この見知らない小娘を頭ごなしに叱りつけてでも、また元の通り窓の戸を閉めさせたのに違いなかったのである。しかし汽車はその時分には、もうやすやすとトンネルを滑り抜けて、枯れ草の山と山との間に挟まれた、ある貧しい町外れの踏切に通りかかっていた。踏切の近くには、いずれもみすぼらしい藁屋根や瓦屋根が、ゴミゴミと狭苦しく立て込んで、踏切板が振るであろう、薄白い旗が、物憂げに暮色をゆすっていた。やっとトンネルを出たと思う。その時、その小作とした踏切柵の向こうに、私は頬の赤い三人の男の子が、目白押しに並んで立っているのを見た。彼らは皆、この曇天に押しすくめられたかと思うほど、揃って背が低かった。そうしてまた、この町外れの陰惨たる風物と同じような色の着物を着ていた。それが汽車が通るのを仰ぎ見ながら、一斉に手を上げるが早いか、痛い気な喉を高く反らせて、何とも意味のわからない歓声を一生懸命にほとばしらせた。するとその瞬間である。窓から半身を乗り出していた霊の娘が、あの霜焼けの手をつと伸ばして、勢いよく左右に振ったと思うと、たちまち心を躍らすばかり、暖かな日の色に染まっているみかんが、およそ五つ六つ、汽車を見送った子供たちの上、バラバラと空から降ってきた。私は思わず息を呑んだ。そうして刹那に一切を理解した。小娘は、おそらくこれから奉公先へ向かおうとしている小娘は、その懐に持っていた幾桑のみかんを窓から投げて、わざわざ踏切まで見送りに来た弟たちの牢に報いたのである。暮色を帯びた町外れの踏切と、小鳥のように声を上げた三人の子供たちと、そうしてその上に乱落する鮮やかなみかんの色と、すべては汽車の窓の外に瞬く暇もなく通り過ぎた。が、私の心の上には、切ないほどはっきりと、この光景が焼き付けられていた。そうしてそこから、得体の知れない、ほがらかな心持ちが湧き上がってくるのを意識した。私は忽然と頭を上げて、まるで別人を見るかのように、あの小娘を注視した。
小娘はいつかもう私の前の席に帰って、相変わらずひびだらけの方を萌木色の毛糸の襟巻きに埋めながら、大きな風呂敷包みを抱えた手にしっかりと三等切符を握っている。私はこの時初めて、言いようのない疲労と倦怠と、そうしてまた不可解な、葛藤な、退屈な人生をわずかに忘れることができたのである。おしまい。夜高の星、宮沢賢治。夜高は実に醜い鳥です。顔はところどころ味噌をつけたようにまだらで、くちばしは平たくて耳まで裂けています。足はまるでよぼよぼで、一軒とも歩けません。他の鳥はもう、よだかの顔を見ただけで嫌になってしまうという具合でした。例えばヒバリもあまり美しい鳥ではありませんが、よだかよりはずっと上だと思っていましたので、夕方などよだかに会うと、さもさも嫌そうに、しんねりと目をつぶりながら首をそっぽへ向けるのでした。もっと小さなおしゃべりの鳥などはいつも夜高の真っ向から悪口をしました。へん、また出てきたね。まあ、あのざまをごらん。本当に鳥の仲間の面汚しだよ。ねえ、まあ、あの口の大きいこと、きっとカエルの親類かなんかだよ。こんな調子です。ああ、よだかでない、ただの鷹ならば、こんな生半可の小さい鳥は、もう名前を聞いただけでもブルブル震えて顔色を変えて、体を縮めて木の葉の陰にでも隠れたでしょう。ところがよだかは、本当は鷹の兄弟でも親類でもありませんでした。かえってよだかは、あの美しいカワセミや鳥の中の宝石のようなハチスズメの兄さんでした。ハチスズメは花の蜜を食べ、カワセミはお魚を食べ、よだかはハムシを取って食べるのでした。それによだかには鋭い爪も鋭いくちばしもありませんでしたから、どんなに弱い鳥でも、よだかを怖がるはずはなかったのです。それなら、鷹という名のついたことは不思議なようですが、これは一つは、よだかの羽がむやみに強くて、風を切ってかけるときなどは、まるで鷹のように見えたことと、もう一つは、鳴き声が鋭くて、やはりどこか鷹に似ているためです。もちろん鷹はこれを非常に気にかけて嫌がってしまいました。それですから、よだかの顔さえ見ると、肩を怒らせて、早く名前を改めろ、名前を改めろと言うのでした。ある夕方、とうとう鷹が、よだかのうちへやってまいりました。おい、いるかい？まだお前は名前を変えないのか。ずいぶんお前も恥知らずだな。お前と俺ではよっぽど人格が違うんだよ。例えば俺は青い空をどこまででも飛んでいく。お前は曇って薄暗い日か、夜でなくちゃ出てこない。それから俺のくちばしや爪を見ろ。そして
よくお前と比べてみるがいい。タカさん、それはあんまり無理です。私の名前は私が勝手につけたのではありません。神様からくださったのです。いいや、俺の名なら神様からもらったのだと言ってよかろうが、お前のはいわば俺とよと両方から借りてあるんだ。さあ返せ。タカさん、それは無理です。無理じゃない。俺がいい名を教えてやろう。一蔵と言うんだ。一蔵とな。いい名だろう。そこで名前を変えるには、改名の披露というものをしないといけない。いいか、それはな。首へ一蔵と書いた札をぶら下げて、私は以来一蔵と申しますと口上を言って、みんなのところをお辞儀して回るんだ。そんなことはとてもできません。いいや、できる。そうしろ。もしあさっての朝までにお前がそうしなかったら、もうすぐつかみ殺すぞ。つかみ殺してしまうから、そう思え。俺はあさっての朝早く、鳥の家を一軒ずつ回って、お前が来たかどうかを聞いて歩く。一軒でも来なかったという家があったら、もう貴様もその時がおしまいだ。だって、それはあんまり無理じゃありませんか？そんなことをするくらいなら、私はもう死んだ方がマシです。今すぐ殺してください。まあ、よく後で考えてごらん。一蔵なんて、そんなに悪い名じゃない。鷹は大きな羽をいっぱいに広げて、自分の巣の方へ飛んで帰っていきました。よだかはじっと目をつぶって考えました。一体僕はなぜこうみんなに嫌がられるのだろう。僕の顔は味噌をつけたようで、口は裂けてるからな。それだって僕は今まで何にも悪いことをしたことがない。赤ん坊のメジロが巣から落ちていた時は、助けて巣へ連れて行ってやった。そしたらメジロは、赤ん坊をまるで盗人からでも取り返すように僕から引き離したんだな。それからひどく僕を笑ったっけ。それに、ああ、今度は一蔵だなんて、首へ札をかけるなんて、辛い話だな。あたりはもう薄暗くなっていました。夜中は巣から飛び出しました。雲が意地悪く光って、低く垂れています。よだかはまるで雲とすれすれになって、音なく空を飛び回りました。それからにわかに、よだかは口を大きく開いて、羽をまっすぐに張って、まるで矢のように空を横切りました。小さな羽虫が、幾匹も幾匹も、その喉に入りました。体が土につくかつかないうちに、よだかはひらりとまた空へ跳ね上がりました。もう雲はネズミ色になり、向こうの山には山焼けの火が真っ赤です。一匹のカブトムシがよだかの喉に入って、ひどくもがきました。よだかはすぐにそれを飲み込みましたが、その時なんだか背中がぞっとしたように思いました。雲はもう真っ黒く、
東の方だけ山焼けの火が赤く映って恐ろしいようです。よだかは胸がつっかえたように思いながらまた空へ登りました。また一匹のカブトムシがよだかの喉に入りました。そしてまるでよだかの喉をひっかいてバタバタしました。よだかはそれを無理に飲み込んでしまいましたが、その時急に胸がドキッとして、よだかは大声を上げて泣き出しました。泣きながらぐる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 空をめぐったのです。ああ、カブトムシやたくさんのハムシが毎晩僕に殺される。そして、そのただ一つの僕が今度は鷹に殺される。それがこんなに辛いのだ。ああ、辛い、辛い。僕はもう虫を食べないで飢えて死のう。いや、その前にもう鷹が僕を殺すだろう。いや、その前に僕は遠くの遠くの空の向こうに行ってしまおう。山焼けの火はだんだん水のように流れて広がり、雲も赤く燃えているようです。よだかはまっすぐに弟のカワセミのところへ飛んでいきました。きれいなカワセミもちょうど起きて遠くの山火事を見ていたところでした。兄さん、こんばんは。何か急のご用ですか？いいや、僕は今度遠いところへ行くからね。その前にちょっとお前に会いに来たよ。兄さん、行っちゃいけませんよ。ハチスズメもあんなに遠くにいるんですし、僕一人ぼっちになってしまうじゃありませんか。それはね、どうも仕方がないんだ。もう今日は何も言わないでくれ。そしてお前もね、どうしても取らなければならない時のほかはいたずらに魚を取ったりしないようにしておくれね。さよなら。兄さん、どうしたんです？まあもうちょっとお待ちなさい。いや、いつまでいても同じだ。ハチスズメ、後でよろしく言ってやってくれ。さよなら。もう会わないよ。さよなら。よだかは泣きながら自分のお家へ帰ってまいりました。短い夏の夜はもう明けかかっていました。シダの葉は夜明けの霧を吸って青く冷たく揺れました。よだかは高くキシキシキシと鳴きました。そして巣の中をきちんと片付け、きれいに体の中の羽や毛をそろえ、また巣から飛び出しました。霧が晴れてお日様がちょうど東から昇りました。よだかはぐらぐらするほどまぶしいのをこらえて、矢のようにそっちへ飛んでいきました。おひさん、おひさん、どうぞ私をあなたのところへ連れて行ってください。焼けて死んでも構いません。私のような醜い体でも、焼けるときには小さな光を出すでしょう。どうか私を連れて行ってください。でも言ってもお日様は近くなりませんでした。かえってだんだん小さく遠くなりながらお日様が言いました。お前はよだかだな。なるほど、ずいぶんつらかろう。今度空を飛んで星にそう頼んでごらん。
お前は昼の鳥ではないのだからな。よだかはお辞儀を一つしたと思いましたが、急にぐらぐらして、とうとう野原の草の上に落ちてしまいました。そして、まるで夢を見ているようでした。体がずっと赤や木の星の間を登っていったり、どこまでも風に飛ばされたり、また鷹が来て体をつかんだりしたようでした。冷たいものがにわかに顔に落ちました。よだかは目を開きました。一本の若いススキの葉から露が滴ったのでした。もうすっかり夜になって、空は青黒く、一面の星が瞬いていました。よだかは空へ飛び上がりました。今夜も山焼けの火は真っ赤です。よだかはその火のかすかな明かりと、冷たい星明かりの中を飛び巡りました。それからもう一遍飛び巡りました。そして思い切って、西の空のあの美しいオリオンの星の方にまっすぐに飛びながら叫びました。お星さん、西の青白いお星さん、どうか私をあなたのところへ連れて行ってください。焼けて死んでも構いません。オリオンは勇ましい歌を続けながら、よだかなどは点で相手にしませんでした。よだかは泣きそうになって、よろよろと落ちて、それからやっと踏み止まって、もう一遍飛び巡りました。それから南の大犬座の方へまっすぐに飛びながら叫びました。お星さん、南の青いお星さん、どうか私をあなたのところに連れて行ってください。焼けて死んでも構いません。大犬は青や紫や木や美しくせわしく瞬きながら言いました。バカを言うな。お前なんか一体どんなものだい。たかが鳥じゃないか。お前の羽でここまで来るには、億年、長年、億長年だ。そして、また別の方向を向きました。よだかはがっかりして、よろよろ落ちて、それからまた、二辺飛び巡りました。それからまた、思い切って、北の大熊星の方へまっすぐに飛びながら叫びました。北の青いお星様、あなたのところへどうか私を連れて行ってください。大熊星は静かに言いました。余計なことを考えるものではない。少し頭を冷やしてきなさい。そういう時は、氷山の浮いている海の中へ飛び込むか、近くに海がなかったら、氷を浮かべたコップの水の中へ飛び込むのが一等だ。よだかはがっかりして、よろよろ落ちて、また四辺空をめぐりました。そしてもう一度、東から今昇った天の川の向こう岸の、わしの星に叫びました。東の白いお星様、どうか私をあなたのところへ連れて行ってください。焼けて死んでも構いません。鷹は大風に言いました。いいや、とてもとても話にならん。星になるにはそれ相応の身分でなくちゃいかん。またよほど金もいるのだ。
よだかはもうすっかり力を落としてしまって、羽を閉じて地に落ちていきました。そしてもう一尺で地面にその弱い足がつくというとき、よだかはにわかにのろしのように空へ飛び上がりました。空の中ほどへ来て、よだかはまるで鷹が熊を襲おうとするように、ぶるっと体をゆすって毛を逆立てました。それからキシ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 と高く高く叫びました。その声はまるで鷹でした。野原や林に眠っていた他の鳥はみんな目を覚ましてブルブル震えながらいぶかしそうに星空を見上げました。よだかはどこまでもどこまでもまっすぐに空へ登っていきました。もう山焼けの火はタバコの吸い殻のくらいにしか見えません。よだかは登って登っていきました。寒さに息は胸に白く凍りました。空気が薄くなったために羽はそれはそれはせわしく動かさなければなりませんでした。それなのに星の大きさはさっきと少しも変わりません。つく息は冬後のようです。寒さや霜がまるで剣のようによだかを刺しました。よだかは羽がすっかりしびれてしまいました。そして涙ぐんだ目を上げて、もう一遍空を見ました。そうです。これがよだかの最後でした。もうよだかは落ちているのか、登っているのか、逆さになっているのか、上を向いているのかもわかりませんでした。ただ、心持ちは安らかに、その血のついた大きなくちばしは横に曲がってはいましたが、確かに少し笑っておりました。それからしばらくたって、よだかははっきり眼を開きました。そして、自分の体が今、輪の火のような青い美しい光になって、静かに燃えているのを見ました。すぐ隣はカシオピア座でした。天の川の青白い光がすぐ後ろになっていました。そしてよだかの星は燃え続けました。いつまでも、いつまでも燃え続けました。今でもまだ燃えています。おしまい。朝のヨット。山川正雄。あけぼのの色がほのかに東の空を染めて、まもなくその日の最初の太陽が、遥かな海面を鈴箔のように輝かせた。海の上はまだ薄暗く、空と海の境もはっきりしなかったが、とにかく海には朝が来ていた。カモメが一羽、そのヨットの上空で、緩やかに翼を上下していた。カモメはまるでどこまでも離れない決心をしたもののように、そのヨットと方向と速度を一つにして、朝空を動くかなりの風の中を飛び続けた。行ってくるよ。少年はスナイプ型のヨットに乗り、そのもやいを解きながら少女に声をかけた。
ねえ、連れてって、私も。ダメだったら。少年は怒ったような声色だった。海は二人で楽しみに出かける場所じゃない。人間が一人きりでぶつかりに行く相手なんだ。私よりも海の方が好きなの？少年は苛立ち、神経質に眉を寄せた。君と一緒にいると、僕は時々、もう一人の自分がひどく遠いところに置き去りにされているような気分になる。僕はもう一人の自分を取り戻すために海に行くんだ。海は人間を本当の一人にしてくれる場所だからね。どうして一人きりになりたがるの？女にはわからないさ。少年は厳しい顔で答え、不意に白い歯を光らせて笑いかけた。そして言った。君が好きだよ。スナイプはすでに岸を離れていた。白い方を斜めに、群青の午後の海を滑っていくヨットを見て、少女は目に涙が浮かんできた。だが少女は笑顔のまま手を振り続けた。急速に広がる二人の距離。明るいその海面の広さを、そのまま遠ざかる帆の速さで彼女の胸を裂き、広がる一つの傷口のように感じながら。少年は、そして海に消えた。沿岸や離島の各所からの返電はすべて、到着なしであった。急変した天候、突風と小さな竜巻とが、どうやらその理由を語っていた。少女は海を見ていた。湿っぽく肌に重い早朝の潮風の中を、幾艘かのヨットが少年のスナイプを求めて走っていた。黒い海はやがてその底の青緑色と表面の波立ちとを明らかにし、弦に散る白い飛沫を縫い、ほのかに細い虹の足が明滅した。ぬか雨のような細かなしぶきが少女の方を濡らして、そのくせ澄んだ浅い色の空は、その日の上天気を約束していた。海は嘘のように泣いてしまっていた。なぜなの？なぜ一人きりになりに行かなくちゃならなかったの？少女は昨夜から何百回となく繰り返した言葉をまた唇に浮かべた。ふと砂浜での少年との愛撫の記憶がよみがえって、あの夜も砂を叩きつけ怒ったような顔で逃げるように夜の海に走り込んだ少年を思っていた。なぜなの？あの時もあなたは必死に一人きりにしがみつこうとしていた。まるで私よりも自分の孤独さの確認の方を愛しているみたいに。でもどうしてなの？私たち、愛し合っていたのよ。私の中にあなたはいて、あなたの中に私はいて。どうしても、どこへ行っても、一人きりになんかなれないのに。それなのに、どうして一人きりになんてなりたがるの？私を嫌いだったの？いいえ。そんなはずはないわ。だって、あなた、
君を好きだよって言ってくれたじゃない。湧き続ける涙のため、明るく平坦な初夏の朝の海はいつまでも少女の視野でぼやけ揺れ動いた。だがその海こそが今は彼女の中の一つの巨大な傷口であり、そこに永遠の無限の沈黙を見る少女の目は、もはやただ一つの問いかけなのでしかなかった。彼女は繰り返した。ねえ、教えて。あなたなぜ一人きりになりに行かなくちゃならなかったの？カモメはどこまでもその少女とヨットを追い、飛び続けた。薄らぎかかる記憶の中で、カモメは少女に自分がただ、自分だけの充実を追った幼い恋人だったことを告げたかった。自分が臆病な一個の旅人にふさわしいこの姿でいることを告げたかった。だが、いくら喉を振り絞ってカモメが努力しても、その叫びは猫に似た単調な鳴き声にしかならなかった。そして、いつの間にかカモメは自分の飛ぶ意味を忘れ、孤独の爽やかさも、愛することの恐怖も屈辱も、その喜びも忘れ果てて、ただ少女のヨットの上、全身を洗う透明な朝の風の中で、猫の鳴き声を繰り返して、無心にその緩やかな翼の抑揚を続けていた。おしまい。みかん。芥川龍之介。ある曇った冬の日暮れである。私は横須賀発上り二等客車の隅に腰を下ろし、ぼんやり発車の笛を待っていた。塔に電灯のついた客車の中には、珍しく私の他に一人も乗客はいなかった。外を覗くと、薄暗いプラットフォームにも、今日は珍しく、見送りの人影さえ後を絶って、ただ檻に入れられた子犬が一匹、時々悲しそうに吠え立てていた。これらは、その時の私の心持ちと、不思議なくらい似つかわしい景色だった。私の頭の中には言いようのない疲労と倦怠とが、まるで雪曇りの空のようなどんよりとした影を落としていた。私は街灯のポケットへじっと両手を突っ込んだまま、そこに入っている勇敢を出してみようという元気さえ起こらなかった。やがて発車の笛が鳴った。私はかすかな心のくつろぎを感じながら、後ろの窓枠へ頭を持たせて、目の前の停車場がずるずると後ずさりを始めるのを待つこともなく、待ち構えていた。ところが、それよりも先に、けたたましい日和げたの音が、改札口の方から聞こえ出したと思うと、間もなく車掌の何か言いののしる声とともに、私の乗っている二等室の戸がガラリと開いて、十三子の小娘が一人、慌ただしく中へ入ってきた。と同時に、一つずっしりと揺れて、おもむろに汽車は動き出した。一本ずつ目を区切っていくプラットフォームの柱。置き忘れたような運水車。
それから社内の誰かに祝儀の礼を言っている赤帽。そういうすべては窓へ吹きつける梅煙の中に未練がましく後ろへ倒れていった。私はやうやうしくほっとした心持ちになって巻きタバコに火をつけながら初めて物食いまぶたを上げて前の席に腰を下ろしていた小娘の顔を一別した。それは油気のない髪をひつつめの一丁返しに打って横なでの跡のあるひびだらけの両頬を気持ちの悪いほど赤くほてらせたいかにも田舎者らしい娘だった。しかも赤じみた萌木色の毛糸の襟巻きがだらりと垂れ下がった膝の上には大きな風呂敷包みがあった。そのまた包みを抱いた霜焼けの手の中には三頭の赤切符が大事そうにしっかりと握られていた。私はこの小娘の下品な顔立ちを好まなかった。それから彼女の服装が不潔なのもやはり不快だった。最後にその二頭と三頭との区別さえもわきまえない愚鈍な心が腹立たしかった。だから巻きタバコに火をつけた私は、一つにはこの小娘の存在を忘れたいという心持ちもあって、今度はポケットの勇敢を漫然と膝の上へ広げてみた。するとその時、勇敢の紙面に落ちていた外光が突然電灯の光に変わって、すりの悪い何らかの活字が意外なくらい鮮やかに私の目の前へ浮かんできた。言うまでもなく、汽車は今、横須賀線に近いトンネルの最初のそれへ入ったのである。しかし、その電灯の光に照らされた勇敢の使命を見渡しても、やはり私の憂鬱を慰むべく、世間はあまりに平凡な出来事ばかりで持ちきっていた。講話問題、新婦新郎、特色事件、死亡広告。私はトンネルへ入った瞬間、汽車の入っている方向が逆になったような錯覚を感じながら、それらの錯覚とした記事から記事へ、ほとんど機械的に目を通した。が、その間ももちろん、あの小娘があたかも卑俗な現実を人間にしたような面持ちで、私の前に座っていることを絶えず意識せずにはいられなかった。このトンネルの中の汽車と、この田舎者の娘と、そうしてまた、この平凡な記事に埋まっている勇敢と、これが象徴でなくて何であろう。不可解な、下等な、退屈な人生の象徴でなくて何であろう。私は一切がくだらなくなって、読みかけた勇敢を放り出すと、また窓枠に頭を持たせながら、死んだように目をつぶって、うつらうつらし始めた。それから幾分か過ぎた後であった。ふと何かに脅かされたような心持ちがして、思わず辺りを見回すと、いつの間にか、例の小娘が向こう側から席を私の隣へ移して、しきりに窓を開けようとしている。が、重いガラス戸はなかなか思うように上がらないらしい。あのひびだらけの方はいよいよ赤くなって、時々鼻をすすり込む音が小さな息の切れる声と一緒にせわしなく耳へ入ってくる。これはもちろん、私にも
幾分ながら同情を引くに足るものには違いなかった。しかし、記者が今、まさにトンネルの口へ差し掛かろうとしていることは、暮色の中に枯れ草ばかり明るい両側の山腹が、間近く窓側に迫ってきたのでも、すぐに合点のいくことであった。にもかかわらず、この小娘はわざわざ閉めてある窓の戸を下ろそうとする。その理由が私には飲み込めなかった。いや、それが私には単にこの小娘の気まぐれだとしか考えられなかった。だから私は腹の底に依然として険しい感情を蓄えながら、あの霜焼けの手がガラス戸をもたげようとして悪戦苦闘する様子を、まるでそれが永遠に成功しないことでも祈るような冷酷な目で眺めていた。すると間もなく凄まじい音をはためかせて、記者がトンネルへなだれ込むのと同時に、小娘の開けようとしたガラス戸は、とうとうバタリと下へ落ちた。そうして、その四角な穴の中から、すすを溶かしたようなどす黒い空気が、にわかに息苦しい煙になって、もうもうと車内へみなぎり出した。元来喉を害していた私は、ハンカチを顔に当てる暇さえなく、この煙を満面に浴びせられたおかげで、ほとんど息もつけないほど咳き込まなければならなかった。が、小娘は私に頓着する景色も見えず、窓から外へ首を伸ばして、闇を吹く風に、胃腸返しの瓶の毛をそよがせながら、じっと汽車の進む方向を見合っている。その姿を、梅煙と電灯の光との中に眺めたとき、もう窓の外がみるみる明るくなって、そこから土の匂いや枯れ草の匂いや水の匂いが、冷ややかに流れ込んでこなかったなら、ようやく咳き込んだ私は、この見知らない小娘を頭ごなしに叱りつけてでも、また元の通り窓の戸を閉めさせたのに違いなかったのである。しかし記者はその自分には、もうやすやすとトンネルを滑り抜けて、枯れ草の山と山との間に挟まれた、ある貧しい町外れの踏切に通りかかっていた。踏切の近くには、いずれもみすぼらしい藁屋根や瓦屋根が、ゴミゴミと狭苦しく立て込んで、踏切板が振るであろう、薄白い旗が、物憂げに暮色をゆすっていた。やっとトンネルを出たと思う。その時、その小作とした踏切柵の向こうに、私は頬の赤い三人の男の子が、目白押しに並んで立っているのを見た。彼らは皆、この曇天に押しすくめられたかと思うほど、揃って背が低かった。そうしてまた、この町外れの陰惨たる風物と同じような色の着物を着ていた。それが汽車が通るのを仰ぎ見ながら、一斉に手を上げるが早いか、痛い気な喉を高く反らせて、何とも意味のわからない歓声を一生懸命にほとばしらせた。するとその瞬間である。窓から半身を乗り出していた霊の娘が、あの霜焼けの手をつと伸ばして、勢いよく左右に振ったと思うと、たちまち心を躍らすばかり、暖かな日の色に染まっているみかんが、およそ5つ6つ、汽車を見送った子供たちの上、
バラバラと空から降ってきた。私は思わず息をのんだ。そうして刹那に一切を理解した。小娘は、おそらくこれから奉公先へ向かおうとしている小娘は、その懐に持っていた幾桑のみかんを窓から投げて、わざわざ踏切まで見送りに来た弟たちの牢に報いたのである。暮色を帯びた町外れの踏切と、小鳥のように声を上げた三人の子供たちと、そうしてその上に乱落する鮮やかなみかんの色と、すべては汽車の窓の外に瞬く暇もなく通り過ぎた。が、私の心の上には切ないほどはっきりとこの光景が焼き付けられていた。そうしてそこから得体の知れない朗らかな心持ちが湧き上がってくるのを意識した。私は忽然と頭を上げて、まるで別人を見るかのように、あの小娘を注視した。小娘はいつかもう私の前の席に帰って、相変わらずひびだらけの方を、萌木色の毛糸の襟巻きに埋めながら、大きな風呂敷包みを抱えた手に、しっかりと三等切符を握っている。私はこの時初めて、言いようのない疲労と倦怠とを、そうしてまた、不可解な、葛藤な、退屈な人生を、わずかに忘れることができたのである。おしまい。夜高の星、宮沢賢治。夜高は実に醜い鳥です。顔はところどころ味噌をつけたようにまだらで、くちばしは平たくて耳まで裂けています。足はまるでよぼよぼで、一軒とも歩けません。他の鳥はもう、夜高の顔を見ただけで嫌になってしまうという具合でした。例えばヒバリもあまり美しい鳥ではありませんが、夜高よりはずっと上だと思っていましたので、夕方など夜高に会うと、さもさも嫌そうに、しんねりと目をつぶりながら首をそっぽへ向けるのでした。もっと小さなおしゃべりの鳥などはいつも夜高の真っ向から悪口をしました。へん、また出てきたね。まあ、あのざまをごらん。本当に鳥の仲間の面汚しだよ。ねえ、まあ、あの口の大きいこと。きっとカエルの親類かなんかだよ。こんな調子です。ああ、夜高でない、ただの鷹ならば、こんな生半可の小さい鳥は、もう名前を聞いただけでもブルブル震えて顔色を変えて、体を縮めて木の葉の陰にでも隠れたでしょう。ところが夜高は、本当は鷹の兄弟でも親類でもありませんでした。かえって夜高は、あの美しいカワセミや、鳥の中の宝石のような、ハチスズメの兄さんでした。ハチスズメは、花の蜜を食べ、カワセミはお魚を食べ、夜高は葉虫を取って食べるのでした。それに夜高には、鋭い爪も、鋭いくちばしもありませんでしたから、どんなに弱い鳥でも
よだかを怖がるはずはなかったのです。それなら鷹という名のついたことは不思議なようですが、これは一つはよだかの羽がむやみに強くて、風を切ってかけるときなどは、まるで鷹のように見えたことと、もう一つは鳴き声が鋭くて、やはりどこか鷹に似ているためです。もちろん鷹はこれを非常に気にかけて嫌がってしまいました。それですから、よだかの顔さえ見ると、肩を怒らせて、早く名前を改めろ、名前を改めろと言うのでした。ある夕方、とうとう鷹がよだかの家へやってまいりました。おい、いるかい？まだお前は名前を変えないのか。ずいぶんお前も恥知らずだな。お前と俺ではよっぽど人格が違うんだよ。例えば俺は青い空をどこまででも飛んでいく。お前は曇って薄暗い日か、夜でなくちゃ出てこない。それから俺のくちばしや爪を見ろ。そしてよくお前と比べてみるがいい。タカさん、それはあんまり無理です。私の名前は私が勝手につけたのではありません。神様からくださったのです。いいや、俺の名なら神様からもらったのだと言ってよかろうが、お前のはいわば俺と世と両方から借りてあるんだ。さあ返せ。鷹さん、それは無理です。無理じゃない。俺がいい名を教えてやろう。一蔵と言うんだ。一蔵とな。いい名だろう。そこで名前を変えるには、改名の披露というものをしないといけない。いいか？それはな。首へ一蔵と書いた札をぶら下げて、私は以来一蔵と申しますと口上を言って、みんなのところをお辞儀して回るんだ。そんなことはとてもできません。いいや、できる。そうしろ。もしあさっての朝までにお前がそうしなかったら、もうすぐつかみ殺すぞ。つかみ殺してしまうから、そう思え。俺はあさっての朝早く、鳥の家を一軒ずつ回って、お前が来たかどうかを聞いて歩く。一軒でも来なかったという家があったら、もう貴様もその時がおしまいだ。だって、それはあんまり無理じゃありませんか？そんなことをするくらいなら、私はもう死んだ方がマシです。今すぐ殺してください。まあ、よく後で考えてごらん。一蔵なんて、そんなに悪い名じゃない。鷹は大きな羽をいっぱいに広げて、自分の巣の方へ飛んで帰っていきました。よだかはじっと目をつぶって考えました。一体僕はなぜこうみんなに嫌がられるのだろう。僕の顔は味噌をつけたようで、口は裂けてるからな。それだって僕は今まで何にも悪いことをしたことがない。赤ん坊のメジロが巣から落ちていた時は、助けて巣へ連れて行ってやった。そしたらメジロは、赤ん坊をまるで盗人からでも取り返すように僕から引き離したんだな。それからひどく僕を笑ったっけ。それに、ああ、今度は一蔵だなんて、首へ札をかけるなんて、辛い話だな。
あたりはもう薄暗くなっていました。夜中は巣から飛び出しました。雲が意地悪く光って低く垂れています。夜中はまるで雲とすれすれになって、音なく空を飛び回りました。それからにわかに、よだかは口を大きく開いて、羽をまっすぐに張って、まるで矢のように空を横切りました。小さな羽虫が、幾匹も幾匹も、その喉に入りました。体が土につくかつかないうちに、よだかはひらりと、また空へ跳ね上がりました。もう雲はネズミ色になり、向こうの山には山焼けの火が真っ赤です。一匹のカブトムシが、よだかの喉に入って、ひどくもがきました。よだかはすぐにそれを飲み込みましたが、その時なんだか背中がぞっとしたように思いました。雲はもう真っ黒く、東の方だけ山焼けの火が赤く映って、恐ろしいようです。よだかは胸がつっかえたように思いながら、また空へ登りました。また一匹のカブトムシが、よだかの喉に入りました。そしてまるで、よだかの喉をひっかいて、バタバタしました。よだかはそれを無理に飲み込んでしまいましたが、その時急に胸がドキッとして、よだかは大声を上げて泣き出しました。泣きながらぐる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 空をめぐったのです。ああ、カブトムシやたくさんのハムシが毎晩僕に殺される。そして、そのただ一つの僕が、今度は鷹に殺される。それがこんなに辛いのだ。ああ、辛い、辛い。僕はもう虫を食べないで飢えて死のう。いや、その前に、もう鷹が僕を殺すだろう。いや、その前に、僕は遠くの遠くの空の向こうに行ってしまおう。山焼けの火はだんだん水のように流れて広がり、雲も赤く燃えているようです。よだかはまっすぐに弟のカワセミのところへ飛んでいきました。きれいなカワセミもちょうど起きて、遠くの山火事を見ていたところでした。兄さん、こんばんは。何か急のご用ですか？いいや、僕は今度遠いところへ行くからね。その前にちょっとお前に会いに来たよ。兄さん、行っちゃいけませんよ。ハチスズメもあんなに遠くにいるんですし、僕一人ぼっちになってしまうじゃありませんか。それはね、どうも仕方がないんだ。もう今日は何も言わないでくれ。そしてお前もね、どうしても取らなければならない時のほかは、いたずらに魚を取ったりしないようにしておくれ。ね、さよなら。兄さん、どうしたんです？まあもうちょっとお待ちなさい。いや、いつまでいても同じだ。ハチスズメ、後でよろしく言ってやってくれ。さよなら。もう会わないよ。さよなら。よだかは泣きながら自分のお家へ帰ってまいりました。短い夏の夜はもう明けかかっていました。シダの葉は夜明けの霧を吸って
青く冷たく揺れました。よだかは高くキシキシキシと鳴きました。そして巣の中をきちんと片付け、きれいに体の中の羽や毛をそろえ、また巣から飛び出しました。霧が晴れて、お日様がちょうど東から昇りました。よだかはぐらぐらするほどまぶしいのをこらえて、矢のようにそっちへ飛んでいきました。お日さん、お日さん、どうぞ私をあなたのところへ連れて行ってください。焼けて死んでも構いません。私のような醜い体でも、焼けるときには小さな光を出すでしょう。どうか私を連れて行ってください。行っても行っても、お日様は近くなりませんでした。帰って、でだんだん小さく遠くなりながら、お日様が言いました。お前はよだかだな。なるほど、ずいぶんつらかろう。今度空を飛んで星にそう頼んでごらん。お前は昼の鳥ではないのだからな。よだかはお辞儀を一つしたと思いましたが、急にぐらぐらして、とうとう野原の草の上に落ちてしまいました。そして、まるで夢を見ているようでした。体がずーっと赤や木の星の間を登っていったり、どこまでも風に飛ばされたり、また鷹が来て体をつかんだりしたようでした。冷たいものがにわかに顔に落ちました。よだかは目を開きました。一本の若いススキの葉から露が滴ったのでした。もうすっかり夜になって、空は青黒く、一面の星が瞬いていました。よだかは空へ飛び上がりました。今夜も山焼けの日は真っ赤です。よだかはその日のかすかな明かりと、冷たい星明かりの中を飛び巡りました。それからもう一遍飛び巡りました。そして思い切って、西の空のあの美しいオリオンの星の方に、まっすぐに飛びながら叫びました。お星さん、西の青白いお星さん、どうか私をあなたのところへ連れて行ってください。焼けて死んでも構いません。オリオンは勇ましい歌を続けながら、よだかなどは点で相手にしませんでした。よだかは泣きそうになって、よろよろと落ちて、それからやっと踏み止まって、もう一遍飛び巡りました。それから南の大犬座の方へまっすぐに飛びながら叫びました。お星さん、南の青いお星さん、どうか私をあなたのところに連れて行ってください。焼けて死んでも構いません。大犬は、青や紫や木や美しくせわしく瞬きながら言いました。バカを言うな。お前なんか一体どんなものだい。たかが鳥じゃないか。お前の羽でここまで来るには、億年長年億長年だ。そしてまた別の方向を向きました。よだかはがっかりして、よろよろ落ちて、それからまた二辺飛び巡りました。それからまた、思い切って北の大熊星の方へまっすぐに飛びながら叫びました。
北の青いお星様、あなたのところへどうか私を連れて行ってください。大熊星は静かに言いました。余計なことを考えるものではない。少し頭を冷やしてきなさい。そういう時は、氷山の浮いている海の中へ飛び込むか、近くに海がなかったら、氷を浮かべたコップの水の中へ飛び込むのが一等だ。よだかはがっかりして、よろよろ落ちて、また四辺空をめぐりました。そしてもう一度、東から今登った天の川の向こう岸のわしの星に叫びました。東の白いお星様、どうか私をあなたのところへ連れて行ってください。焼けて死んでも構いません。鷹は王風に言いました。いいや、とてもとても話にならん。星になるにはそれ相応の身分でなくちゃいかん。またよほど金もいるのだ。よだかはもうすっかり力を落としてしまって、羽を閉じて地に落ちていきました。そしてもう一尺で地面にその弱い足がつくというとき、よだかはにわかにのろしのように空へ飛び上がりました。空の中ほどへ来て、よだかはまるで鷹が熊を襲おうとするようにぶるっと体をゆすって毛を逆立てました。それからキシ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 と高く高く叫びました。その声はまるで鷹でした。野原や林に眠っていた他の鳥は、みんな目を覚まして、ブルブル震えながら、いぶかしそうに星空を見上げました。よだかはどこまでもどこまでも、まっすぐに空へ登っていきました。もう山焼けの日は、タバコの吸い殻のくらいにしか見えません。よだかは登って登っていきました。寒さに息は胸に白く凍りました。空気が薄くなったために、羽はそれはそれはせわしく動かさなければなりませんでした。それなのに、星の大きさはさっきと少しも変わりません。つく息は冬後のようです。寒さや霜がまるで剣のようによだかを刺しました。よだかは羽がすっかりしびれてしまいました。そして涙ぐんだ目を上げて、もう一遍空を見ました。そうです。これがよだかの最後でした。もうよだかは落ちているのか、登っているのか、逆さになっているのか、上を向いているのかもわかりませんでした。ただ、心持ちは安らかに、その血のついた大きなくちばしは横に曲がってはいましたが、確かに少し笑っておりました。それからしばらくたって、よだかははっきり眼を開きました。そして、自分の体が今、輪の火のような青い美しい光になって、静かに燃えているのを見ました。すぐ隣は、カシオピア座でした。天の川の青白い光がすぐ後ろになっていました。そしてよだかの星は燃え続けました。いつまでも、いつまでも燃え続けました。今でもまだ
燃えています。おしまい。朝のヨット、山川正雄。あけぼのの色がほのかに東の空を染めて、まもなくその日の最初の太陽が遥かな海面を鈴箔のように輝かせた。海の上はまだ薄暗く、空と海の境もはっきりしなかったが、とにかく海には朝が来ていた。カモメが一羽、そのヨットの上空で、緩やかに翼を上下していた。カモメはまるで、どこまでも離れない決心をしたもののように、そのヨットと方向と速度を一つにして、朝空を動くかなりの風の中を飛び続けた。行ってくるよ。少年はスナイプ型のヨットに乗り、そのもやいを解きながら少女に声をかけた。ねえ、連れてって、私も。ダメだったら。少年は怒ったような声色だった。海は二人で楽しみに出かける場所じゃない。人間が一人きりでぶつかりに行く相手なんだ。私よりも海の方が好きなの？少年は苛立ち、神経質に眉を寄せた。君と一緒にいると、僕は時々、もう一人の自分がひどく遠いところに置き去りにされているような気分になる。僕は、もう一人の自分を取り戻すために海に行くんだ。海は人間を本当の一人にしてくれる場所だからね。どうして一人きりになりたがるの？女にはわからないさ。少年は厳しい顔で答え、不意に白い歯を光らせて笑いかけた。そして言った。君が好きだよ。スナイプはすでに岸を離れていた。白い方を斜めに、群青の午後の海を滑っていくヨットを見て、少女は目に涙が浮かんできた。だが少女は笑顔のまま手を振り続けた。急速に広がる二人の距離。明るいその海面の広さを、そのまま遠ざかる帆の速さで彼女の胸を裂き、広がる一つの傷口のように感じながら。少年は、そして海に消えた。沿岸や離島の各所からの返電はすべて、到着なしであった。急変した天候、突風と小さな竜巻とが、どうやらその理由を語っていた。少女は海を見ていた。湿っぽく肌に重い早朝の潮風の中を、幾艘かのヨットが少年のスナイプを求めて走っていた。黒い海は、やがてその底の青緑色と、表面の波立ちとを明らかにし、弦に散る白い飛沫を縫い、ほのかに細い虹の足が明滅した。ぬか雨のような細かなしぶきが、少女の方を濡らして、そのくせ澄んだ浅い色の空は、その日の上天気を約束していた。海は嘘のように泣いてしまっていた。なぜなの？なぜ一人きりになりに行かなくちゃならなかったの？
少女は昨夜から何百回となく繰り返した言葉をまた唇に浮かべた。ふと砂浜での少年との愛撫の記憶がよみがえって、あの夜も砂を叩きつけ怒ったような顔で逃げるように夜の海に走り込んだ少年を思っていた。なぜなの？あの時もあなたは必死に一人きりにしがみつこうとしていた。まるで私よりも自分の孤独さの確認の方を愛しているみたいに。でもどうしてなの？私たち愛し合っていたのよ。私の中にあなたはいて、あなたの中に私はいて、どうしてもどこへ行っても一人きりになんかなれないのに。それなのにどうして一人きりになんてなりたがるの？私を嫌いだったの？いいえ、そんなはずはないわ。だってあなた、君を好きだよって言ってくれたじゃない。湧き続ける涙のため、明るく平坦な初夏の朝の海はいつまでも少女の視野でぼやけ揺れ動いた。だがその海こそが今は彼女の中の一つの巨大な傷口であり、そこに永遠の無限の沈黙を見る少女の目は、もはやただ一つの問いかけなのでしかなかった。彼女は繰り返した。ねえ、教えて。あなたなぜ一人きりになりに行かなくちゃならなかったの？カモメはどこまでもその少女とヨットを追い、飛び続けた。薄らぎかかる記憶の中で、カモメは少女に自分がただ、自分だけの充実を負った幼い恋人だったことを告げたかった。自分が臆病な一個の旅人にふさわしいこの姿でいることを告げたかった。だが、いくら喉を振り絞ってカモメが努力しても、その叫びは猫に似た単調な鳴き声にしかならなかった。そしていつの間にかカモメは自分の飛ぶ意味を忘れ、孤独の爽やかさも愛することの恐怖も屈辱もその喜びも忘れ果てて、ただ少女のヨットの上、全身を洗う透明な朝の風の中で猫の鳴き声を繰り返して、無心にその緩やかな翼の抑揚を続けていた。おしまい。みかん。芥川龍之介。ある曇った冬の日暮れである。私は横須賀発上り二等客車の隅に腰を下ろし、ぼんやり発車の笛を待っていた。塔に電灯のついた客車の中には、珍しく私の他に一人も乗客はいなかった。外を覗くと、薄暗いプラットフォームにも、今日は珍しく、見送りの人影さえ後を絶って、ただ檻に入れられた子犬が一匹、時々悲しそうに吠え立てていた。これらは、その時の私の心持ちと不思議なくらい似つかわしい景色だった。私の頭の中には言いようのない疲労と倦怠とが
まるで雪曇りの空のようなどんよりとした影を落としていた。私は街灯のポケットへじっと両手を突っ込んだまま、そこに入っている勇敢を出してみようという元気さえ起こらなかった。が、やがて発車の笛が鳴った。私はかすかな心のくつろぎを感じながら、後ろの窓枠へ頭を持たせて、目の前の停車場がずるずると後ずさりを始めるのを待つこともなく、待ち構えていた。ところが、それよりも先に、けたたましい日和げたの音が、改札口の方から聞こえ出したと思うと、まもなく車掌の何か言いののしる声とともに、私の乗っている二等室の戸がガラリと開いて、十三子の小娘が一人、慌ただしく中へ入ってきた。と同時に、一つずしりと揺れて、おもむろに汽車は動き出した。一本ずつ目を区切っていくプラットフォームの柱。置き忘れたような運水車。それから車内の誰かに祝儀の礼を言っている赤帽。そういうすべては窓へ吹きつける梅煙の中に未練がましく後ろへ倒れていった。私はやうやうしく、ほっとした心持ちになって、巻きタバコに火をつけながら、初めて物食いまぶたを上げて、前の席に腰を下ろしていた小娘の顔を一別した。それは、油気のない髪をひつつめの胃腸返しに打って、横撫での跡のあるひびだらけの両頬を、気持ちの悪いほど赤くほてらせた、いかにも田舎者らしい娘だった。しかも、赤じみた萌木色の毛糸の襟巻きが、だらりと垂れ下がった膝の上には、大きな風呂敷包みがあった。そのまた包みを抱いた霜焼けの手の中には、三頭の赤切符が大事そうに、しっかりと握られていた。私はこの小娘の下品な顔立ちを好まなかった。それから彼女の服装が不潔なのもやはり不快だった。最後にその二頭と三頭との区別さえもわきまえない愚鈍な心が腹立たしかった。だから巻きタバコに火をつけた私は、一つにはこの小娘の存在を忘れたいという心持ちもあって、今度はポケットの勇敢を漫然と膝の上へ広げてみた。するとその時、勇敢の紙面に落ちていた外光が突然電灯の光に変わって、すりの悪い何らかの活字が意外なくらい鮮やかに私の目の前へ浮かんできた。言うまでもなく、汽車は今、横須賀線に近いトンネルの最初のそれへ入ったのである。しかし、その電灯の光に照らされた勇敢の使命を見渡しても、やはり私の憂鬱を慰むべく、世間はあまりに平凡な出来事ばかりで持ちきっていた。講話問題、新婦新郎、特色事件、死亡広告。私はトンネルへ入った瞬間、汽車の入っている方向が逆になったような錯覚を感じながら、それらの錯覚とした記事から記事へ、ほとんど機械的に目を通した。が、その間ももちろん、あの小娘が、あたかも卑俗な現実を人間にしたような面持ちで、私の前に座っていることを、絶えず意識せずにはいられなかった。このトンネルの中の汽車と、この田舎者の娘と、そうしてまた、
この平凡な記事に埋まっている勇敢と、これが象徴でなくて何であろう。不可解な、下等な、退屈な人生の象徴でなくて何であろう。私は一切がくだらなくなって、読みかけた勇敢を放り出すと、また窓枠に頭を持たせながら、死んだように目をつぶって、うつらうつらし始めた。それから幾分か過ぎた後であった。ふと何かに脅かされたような心持ちがして、思わず辺りを見回すと、いつの間にか、例の小娘が、向こう側から席を私の隣へ移して、しきりに窓を開けようとしている。が、重いガラス戸はなかなか思うように上がらないらしい。あのひびだらけの方はいよいよ赤くなって、時々鼻をすすり込む音が、小さな息の切れる声と一緒に、せわしなく耳へ入ってくる。これはもちろん、私にも幾分ながら同情を引くに足るものには違いなかった。しかし、汽車が今、まさにトンネルの口へ差し掛かろうとしていることは、暮色の中に枯れ草ばかり明るい両側の山腹が、間近く窓側に迫ってきたのでも、すぐに合点のいくことであった。にもかかわらず、この小娘はわざわざ閉めてある窓の戸を下ろそうとする。その理由が私には飲み込めなかった。いや、それが私には単にこの小娘の気まぐれだとしか考えられなかった。だから私は腹の底に依然として険しい感情を蓄えながら、あの霜焼けの手がガラス戸をもたげようとして悪戦苦闘する様子を、まるでそれが永遠に成功しないことでも祈るような冷酷な目で眺めていた。すると間もなく、すさまじい音をはためかせて、汽車がトンネルへなだれ込むのと同時に、小娘の開けようとしたガラス戸は、とうとうバタリと下へ落ちた。そうして、その四角な穴の中から、すすを溶かしたようなどす黒い空気が、にわかに息苦しい煙になって、もうもうと車内へみなぎり出した。元来喉を害していた私は、ハンカチを顔に当てる暇さえなく、この煙を満面に浴びせられたおかげで、ほとんど息もつけないほど咳き込まなければならなかった。が、小娘は私に頓着する景色も見えず、窓から外へ首を伸ばして、闇を吹く風に胃腸返しの瓶の毛をそよがせながら、と汽車の進む方向を見合っている。その姿を梅煙と電灯の光との中に眺めたとき、もう窓の外がみるみる明るくなって、そこから土の匂いや枯れ草の匂いや水の匂いが冷ややかに流れ込んでこなかったなら、ようやく咳き込んだ私は、この見知らない小娘を頭ごなしに叱りつけてでも、また元の通り窓の戸を閉めさせたのに違いなかったのである。しかし汽車はその自分には、もうやすやすとトンネルを滑り抜けて、枯れ草の山と山との間に挟まれた、ある貧しい町外れの踏切に通りかかっていた。踏切の近くには、いずれもみすぼらしい藁屋根や瓦屋根が、ごみごみと狭苦しく立て込んで、踏切板が振るであろう、薄白い旗が、
物憂げに母色をゆすっていた。やっとトンネルを出たと思う。その時、その小作とした踏切柵の向こうに、私は頬の赤い三人の男の子が、目白押しに並んで立っているのを見た。彼らは皆、この曇天に押しすくめられたかと思うほど、揃って背が低かった。そうしてまた、この町外れの陰惨たる風物と同じような色の着物を着ていた。それが汽車が通るのを仰ぎ見ながら、一斉に手を挙げるが早いか、痛い気な喉を高く反らせて、何とも意味のわからない歓声を一生懸命にほとばしらせた。するとその瞬間である。窓から半身を乗り出していた霊の娘が、あの霜焼けの手をつと伸ばして、勢いよく左右に振ったと思うと、たちまち心を躍らすばかり、暖かな日の色に染まっているみかんが、およそ五つ六つ、汽車を見送った子供たちの上、バラバラと空から降ってきた。私は思わず息を呑んだ。そうして刹那に一切を理解した。小娘は、おそらくこれから奉公先へ向かおうとしている小娘は、その懐に持っていた幾桑のみかんを窓から投げて、わざわざ踏切まで見送りに来た弟たちの牢に報いたのである。母色を帯びた町外れの踏切と、小鳥のように声を上げた三人の子供たちと、そうしてその上に乱落する鮮やかなみかんの色と、すべては汽車の窓の外に瞬く暇もなく通り過ぎた。が、私の心の上には切ないほどはっきりとこの光景が焼き付けられていた。そうしてそこから得体の知れない朗らかな心持ちが湧き上がってくるのを意識した。私は忽然と頭を上げて、まるで別人を見るかのように、あの小娘を注視した。小娘はいつかもう私の前の席に帰って、相変わらずひびだらけの頬を、萌木色の毛糸の襟巻きに埋めながら、大きな風呂敷包みを抱えた手に、しっかりと三等切符を握っている。私はこの時初めて、言いようのない疲労と倦怠と、そうしてまた、不可解な、葛藤な、退屈な人生を、わずかに忘れることができたのである。おしまい。夜高の星、宮沢賢治。夜高は実に醜い鳥です。顔はところどころ味噌をつけたようにまだらで、くちばしは平たくて耳まで裂けています。足はまるでよぼよぼで、一軒とも歩けません。他の鳥はもう、よだかの顔を見ただけで嫌になってしまうという具合でした。例えばヒバリもあまり美しい鳥ではありませんが、よだかよりはずっと上だと思っていましたので、夕方などよだかに会うと、さもさも嫌そうに、しんねりと目をつぶりながら首をそっぽへ向けるのでした。もっと小さなおしゃべりの鳥などは、
いつもよだかの真っ向から悪口をしました。へん、また出てきたね。まあ、あのざまをごらん。本当に鳥の仲間の面汚しだよ。ねえ、まあ、あの口の大きいこと。きっとカエルの親類かなんかだよ。こんな調子です。ああ、よだかでない、ただの鷹ならば、こんな生半可の小さい鳥は、もう名前を聞いただけでもブルブル震えて顔色を変えて、体を縮めて、木の葉の陰にでも隠れたでしょう。ところがよだかは、本当は鷹の兄弟でも親類でもありませんでした。かえってよだかは、あの美しいカワセミや、鳥の中の宝石のような、ハチスズメの兄さんでした。ハチスズメは花の蜜を食べ、カワセミはお魚を食べ、よだかはハムシを取って食べるのでした。それによだかには、鋭い爪も、鋭いくちばしもありませんでしたから、どんなに弱い鳥でも、よだかを怖がるはずはなかったのです。それなら、鷹という名のついたことは不思議なようですが、これは一つは、よだかの羽がむやみに強くて、風を切ってかけるときなどは、まるで鷹のように見えたことと、もう一つは、鳴き声が鋭くて、やはりどこか鷹に似ているためです。もちろん鷹は、これを非常に気にかけて、嫌がってしまいました。それですから、よだかの顔さえ見ると、肩を怒らせて、早く名前を改めろ、名前を改めろと言うのでした。ある夕方、とうとう鷹が、よだかの家へやってまいりました。おい、いるかい？まだお前は名前を変えないのか？ずいぶんお前も恥知らずだな。お前と俺ではよっぽど人格が違うんだよ。例えば俺は青い空をどこまででも飛んでいく。お前は曇って薄暗い日か、夜でなくちゃ出てこない。それから俺のくちばしや爪を見ろ。そしてよくお前と比べてみるがいい。タカさん、それはあんまり無理です。私の名前は私が勝手につけたのではありません。神様からくださったのです。いいや、俺の名なら神様からもらったのだと言ってよかろうが、お前のはいわば俺とよと両方から借りてあるんだ。さあ返せ。タカさん、それは無理です。無理じゃない。俺がいい名を教えてやろう。一蔵と言うんだ。一蔵とな。いい名だろう。そこで名前を変えるには、改名の披露というものをしないといけない。いいか？それはな。首へ一蔵と書いた札をぶら下げて、私は以来一蔵と申しますと口上を言って、みんなのところをお辞儀して回るんだ。そんなことはとてもできません。いいや、できる。そうしろ。もしあさっての朝までにお前がそうしなかったら、もうすぐつかみ殺すぞ。つかみ殺してしまうから、そう思え。俺はあさっての朝早く、鳥の家を一軒ずつ回って、お前が来たかどうかを聞いて歩く。一軒でも来なかったという家があったら、もう貴様もその時がおしまいだ。だって、
それはあんまり無理じゃありませんか？そんなことをするくらいなら、私はもう死んだ方がマシです。今すぐ殺してください。まあ、よく後で考えてごらん。一蔵なんて、そんなに悪い名じゃない。鷹は大きな羽をいっぱいに広げて、自分の巣の方へ飛んで帰っていきました。よだかはじっと目をつぶって考えました。一体僕はなぜこうみんなに嫌がられるのだろう。僕の顔は味噌をつけたようで、口は裂けてるからな。それだって僕は今まで何にも悪いことをしたことがない。赤ん坊のメチロが巣から落ちていた時は、助けて巣へ連れて行ってやった。そしたらメジロは、赤ん坊をまるで盗人からでも取り返すように僕から引き離したんだな。それからひどく僕を笑ったっけ。それに、ああ、今度は一蔵だなんて、首へ札をかけるなんて、辛い話だな。あたりはもう薄暗くなっていました。夜中は巣から飛び出しました。雲が意地悪く光って、低く垂れています。よだかはまるで雲とすれすれになって、音なく空を飛び回りました。それからにわかに、よだかは口を大きく開いて、羽をまっすぐに張って、まるで矢のように空を横切りました。小さな羽虫が、幾匹も幾匹も、その喉に入りました。体が土につくかつかないうちに、よだかはひらりとまた空へ跳ね上がりました。もう雲はネズミ色になり、向こうの山には山焼けの火が真っ赤です。一匹のカブトムシがよだかの喉に入って、ひどくもがきました。よだかはすぐにそれを飲み込みましたが、その時なんだか背中がぞっとしたように思いました。雲はもう真っ黒く、東の方だけ山焼けの火が赤く映って、恐ろしいようです。よだかは胸がつっかえたように思いながら、また空へ登りました。また一匹のカブトムシがよだかの喉に入りました。そしてまるでよだかの喉をひっかいてバタバタしました。よだかはそれを無理に飲み込んでしまいましたが、その時急に胸がドキッとして、よだかは大声を上げて泣き出しました。泣きながらぐる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 空をめぐったのです。ああ、カブトムシやたくさんのハムシが毎晩僕に殺される。そしてそのただ一つの僕が今度は鷹に殺される。それがこんなにつらいのだ。ああ、つらい、つらい。僕はもう虫を食べないで飢えて死のう。いや、その前にもう鷹が僕を殺すだろう。いや、その前に僕は遠くの遠くの空の向こうに行ってしまおう。山焼けの火はだんだん水のように流れて広がり、雲も赤く燃えているようです。よだかはまっすぐに弟のカワセミのところへ飛んでいきました。きれいなカワセミもちょうど起きて遠くの山火事を見ていたところでした。
兄さん、こんばんは。何か急のご用ですか？いいや、僕は今度遠いところへ行くからね。その前にちょっとお前に会いに来たよ。兄さん、行っちゃいけませんよ。ハチスズメもあんなに遠くにいるんですし、僕一人ぼっちになってしまうじゃありませんか。それはね、どうも仕方がないんだ。もう今日は何も言わないでくれ。そしてお前もね、どうしても取らなければならない時のほかは、いたずらに魚を取ったりしないようにしておくれ。ね、さよなら。兄さん、どうしたんです？まあもうちょっとお待ちなさい。いや、いつまでいても同じだ。ハチスズメ、後でよろしく言ってやってくれ。さよなら。もう会わないよ。さよなら。よだかは泣きながら自分のお家へ帰ってまいりました。短い夏の夜はもう明けかかっていました。シダの葉は夜明けの霧を吸って青く冷たく揺れました。よだかは高くキシキシキシと鳴きました。そして巣の中をきちんと片付け、きれいに体の中の羽や毛をそろえ、また巣から飛び出しました。霧が晴れて、お日様がちょうど東から昇りました。よだかはぐらぐらするほど眩しいのをこらえて、矢のようにそっちへ飛んでいきました。お日さん、お日さん、どうぞ私をあなたのところへ連れて行ってください。焼けて死んでも構いません。私のような醜い体でも、焼けるときには小さな光を出すでしょう。どうか私を連れて行ってください。行っても行っても、お日様は近くなりませんでした。帰ってだんだん小さく遠くなりながらお日様が言いました。お前はよだかだな。なるほど。ずいぶんつらかろう。今度空を飛んで星にそう頼んでごらん。お前は昼の鳥ではないのだからな。よだかはお辞儀を一つしたと思いましたが、急にぐらぐらしてとうとう野原の草の上に落ちてしまいました。そしてまるで夢を見ているようでした。体がずっと赤や木の星の間を登っていったり、どこまでも風に飛ばされたり、また鷹が来て体をつかんだりしたようでした。冷たいものがにわかに顔に落ちました。よだかは目を開きました。一本の若いススキの葉から梅雨が滴ったのでした。もうすっかり夜になって、空は青黒く、一面の星が瞬いていました。よだかは空へ飛び上がりました。今夜も山焼けの日は真っ赤です。よだかはその日のかすかな明かりと、冷たい星明かりの中を飛び巡りました。それからもう一遍飛び巡りました。そして思い切って、西の空のあの美しいオリオンの星の方にまっすぐに飛びながら叫びました。お星さん、西の青白いお星さん、どうか私をあなたのところへ連れて行ってください。焼けて死んでも構いません。
オリオンは勇ましい歌を続けながら、よだかなどは点で相手にしませんでした。よだかは泣きそうになって、よろよろと落ちて、それからやっと踏み止まって、もういっぺん飛び巡りました。それから南の大院座の方へまっすぐに飛びながら叫びました。お星さん、南の青いお星さん、どうか私をあなたのところに連れて行ってください。焼けて死んでも構いません。大犬は青や紫や木や美しくせわしく瞬きながら言いました。バカを言うな。お前なんか一体どんなものだい。たかが鳥じゃないか。お前の羽でここまで来るには、億年、長年、億長年だ。そして、また別の方向を向きました。よだかはがっかりして、よろよろ落ちて、それからまた、二辺飛び巡りました。それからまた、思い切って、北の大熊星の方へまっすぐに飛びながら叫びました。北の青いお星様、あなたのところへどうか私を連れて行ってください。大熊星は静かに言いました。余計なことを考えるものではない。少し頭を冷やしてきなさい。そういう時は、氷山の浮いている海の中へ飛び込むか、近くに海がなかったら、氷を浮かべたコップの水の中へ飛び込むのが一等だ。よだかはがっかりして、よろよろ落ちて、また四辺空をめぐりました。そしてもう一度、東から今登った天の川の向こう岸の、わしの星に叫びました。東の白いお星様、どうか私をあなたのところへ連れて行ってください。焼けて死んでも構いません。鷹は大風に言いました。いいや、とてもとても話にならん。星になるにはそれ相応の身分でなくちゃいかん。またよほど金もいるのだ。よだかはもうすっかり力を落としてしまって、羽を閉じて地に落ちていきました。そしてもう一尺で地面にその弱い足がつくというとき、よだかはにわかにのろしのように空へ飛び上がりました。空の中ほどへ来て、よだかはまるで、鷹が熊を襲おうとするように、ぶるっと体をゆすって、毛を逆立てました。それから、キシ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 と、高く高く叫びました。その声はまるで鷹でした。野原や林に眠っていた他の鳥は、みんな目を覚まして、ブルブル震えながら、いぶかしそうに星空を見上げました。よだかはどこまでもどこまでも、まっすぐに空へ登っていきました。もう山焼けの火は、タバコの吸い殻のくらいにしか見えません。よだかは登って登っていきました。寒さに息は胸に白く凍りました。空気が薄くなったために、羽はそれはそれはせわしく動かさなければなりませんでした。それなのに、星の大きさはさっきと少しも変わりません。つく息は冬後のようです。寒さや霜が、まるで剣のようによだかを刺しました。
よだかは羽がすっかりしびれてしまいました。そして涙ぐんだ目を上げて、もう一遍空を見ました。そうです。これがよだかの最後でした。もうよだかは落ちているのか、登っているのか、逆さになっているのか、上を向いているのかもわかりませんでした。ただ、心持ちは安らかに、その血のついた大きなくちばしは、横に曲がってはいましたが、確かに少し笑っておりました。それからしばらく経って、よだかははっきり眼を開きました。そして、自分の体が今、輪の火のような、青い美しい光になって、静かに燃えているのを見ました。すぐ隣はカシオピア座でした。天の川の青白い光がすぐ後ろになっていました。そしてよだかの星は燃え続けました。いつまでも、いつまでも燃え続けました。今でもまだ燃えています。おしまい。